今日はポストカードタイプ C が今日までということで、ショールーム中にご購入でいただけるタイプ C、 こんなものがあと30分で終わってしまいます。こんばんは。お疲れ様です。そしてタワーのお礼を今日はするって言ってたんですけど、どうしよう、みんないるかな。こんばんは。そんな明日のご予定は何ですか。あ、まーちゃん、あやんさん、かずきんさん、カニスティックさん、ありがとう。写真集ゲット。ちょっと今日させていただきたいと思います。タワーのあれ、うん、みんないろいろあるね。私は明日マックフェス待ってます。こんばんは。それではちょっとすごくたくさんいただいたので、ポン、ちょっと早送りになっちゃうかもしれないんですけど、よろしくお願いします。じゃん、ありがとう。うんうんうん、立ててくださった方、アニメーションとか消してらっしゃるといいかも。ありがとう。昔からおじいちゃん、つぼゆうすけさん、セリアさん、ありがとう。なっちゃん、ありがとう。やたろうさん、ありがとう。ありがとう。こんばんは。キノコのかパパさん、ありがとう。こんばんは。ジャストミトさん、ありがとう。こんばんは。なべさん、ありがとう。キヨさん、ありがとう。こんばんは。東京特許局局長さん、ありがとう。ほっぽんさん、ありがとう。こんばんは。ごめん、スルさんさん、ありがとう。で、ミラニスタ19号さん、ありがとう。こんばんは。デブニャン、ありがとう。うまちゃん、
ありがとう。カニシチキクさん。ありがとう。シュン。ありがとう。なんかめっちゃ変なイントネーション。そして、としひろさん。続きまして、ブルーさん。あやだ。続きまして、マーニョさん。あやだ。続きまして、タカケイさん。ありがとう。続きまして、ラララダムナさん、ありがとう。続きましてパフィンさん、ありがとう。続きまして、よしのりさん。ありがとう。続きまして、キュート6さん。ありがとう。続きまして、2本目ありがとう。まあ、ありがとうございます。そしてちょっと、この紙がなくなっちゃったので、ちょっと違うものになるんですけど。おじいさん、ありがとう。ありがとう。続いて、ギルスさん。ありがとう。続いて、長谷川さん、ありがとう。ちょっとペンがカスカスになって、多分見えると思うけど、ごめんなさい。続いてまして、マー君、ありがとう。Thank you。 ちょっと記録してたのは、ここまでで。これは、ひまたぎ配信のタワーのお礼でした。続きまして、ライブ後のタワーのお礼でございます。ありがとう。あれ、私はってあったら教えてください。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとう。そしてラストです。ありがとう。ありがとうございました。皆様たくさん、本当にたくさんのギフトを、ちょっとね、タワーとかこう記録できた1000円かける10とかはかけたと思うんですけどね、たくさん他のね、ゲストとかもミラーボールとかもさ、ありがとうございました。こんばんは。ちょっと待って、
今ね、お部屋が大変な状態なんですよね。お部屋が映らずに、おりゃ。よし。じゃーん、今日は STU48 がコラボさせていただいてるアニメイトさんに行ってきました。ということでブロマイドコレクションをゲットしてきましたよ。こんばんは。今日の開封動画、地引きできるのかってここに書いて、こんばんは。高木さん、美月さんには心に残る日をいただいたので、こちらお礼はいいので受け取ってください。どうもありがとうございます。何このさ、あみあみの動物だ。高木さん、ありがとう。じゃあ、すごく優しい。お礼、代わりに投げハートを高木さん、ありがとうございますありがとう、優しい。おやすみなさい、だって。おやすみなさい。今日誕生日です。お、スランプくん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。ソラハが道を引いてた。そう、連絡来た。では開封をしていきたいと思います。私のね、本人のね、グッズをね、いただいたんですよ。ちょっと待ってて。昨日誕生日でした。あー、まーちゃん、お誕生日おめでとう。今日はひなちゃんの誕生日ですね。連絡しました。私もひなちゃんにおめでとう。可愛かった、ひなちゃん。 LINE でも、 LINE でさえも可愛かったです。まず今回のアニメと本当のコラボグッズを紹介します。野村美月、缶バッジ。どうのね、終わっちゃいました。プレゼントってどのぐらいで見せるのでもいいんですか。文章が結構早い。こっちは実写版、これね、超激レアです。前髪がねタバタバだから。
写。似てる？ほれ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 。そしてもう一個あるわ。もう一個もらいましたね。頑張っち。で、これもブロマイドかな。こんな感じなんですけれども、自分のはねいただけたんですけど、今日会場にも行けたということでブロマイドを買って参りましたので、開けてみるよ。ブロマイド、いきます。まず一つ目、1パックに全15種類の中からランダムアソートでいずれか1種2枚組が入っています。これ2枚組って絶対さ、的に1パックに誰かの寄りと引きが入っとるみたいな感じだよね多分。それではいきます。じゃーん、おお、サラピ様、サラピさんでございます。私と同じお誕生日の、おめでとう。おととい一パック目サラピ、じゃけんね。一箱買いました。一箱買いましたが、木ごとに名前順に並んでた。そうなの？びっくりびっくり。一箱買いましたがにびっくり。いきまーす。2個目。誰だこの手は。じゃん。お、ちほちゃん。のジョーさんです。東京東京東京。それではラスト開けていきます。こんばんは。逆に入ってるこれ、いつもと。いきまーす。じゃん、あー、ももちゃん。はい、ももちゃん。ももちゃん思ったこのポーズいいっすよね。かわいい、なんか妹って感じ。ポーズ。3枚目ももちゃんでした。こんな感じでよりと引きが、1パックに2枚、1枚ずつね、より引き1枚ずつの計2枚入っているパックが販売されています。皆さんぜひ、ね、ぜひ一箱買ったら全部ゲットできるってこと？結構ねランダムが多いんですよ。缶バッジもランダムだし、アクリルスタンドもランダムだと思うんですけど、枕カバーはランダムじゃないなって言うんですか。こんばんは。
見てみてください。みちのも見たかった。みちの見せて。みちのこれ見せんほうがいいんかな。見えとるよね。この日はもうめちゃめちゃツヤ肌を意識してメイクも超ナチュラルだったにしました。なんかお風呂上がりがテーマだったから超ツヤ肌にして、もうなんかアイシャドウ塗ってませんぐらいのあれにしました。ナチュラル感。そう、前髪もメイクさんがオイルかなつけてくださって、購入特典のブロマイド見て飲まれた。いいな、それ持ってないんですよね私。ナチュラルでも可愛いの羨ましすぎる。あなたも可愛いじゃない。あなたそう、明日それがランダムと考えると確実にミシの得点がついてくる写真集は確かに。どうのあれよいしょ、撮影で時間かかったの。いや、そんなめっちゃかかったとかじゃない。ありがとう。ありがとうございます。やっほー。みちゅー、そう、折り目なしポスターとあのクリアファイルの絵柄が本日公開されたんですけれども、どうでしたでしょうか。今更ながらタペストリーが面白い。これいいよね。大好き。ポスターめっちゃいい。本当？抱き枕は恥ずかしくて手が出ませんでした。あらま。もうあとちょっとで終わりますこのタイプ C 充電器みたい。タイプ C のあれ、あれ？ポストカード、こちら。タイプ C が一番好き。でもタイプ D もあるけんね、この子今後3月になったら多分皆さんタイプ D も好きなんですよ。みんなはね、きっと好きなのよ。うん。ありがとうございます。ねえ、あの表紙もさ、いっぱい全部公開されたけど、どうでしたでしょうかしら。うん。明日もね、またお知らせがあるので、もうねえ、私もついていけてないぐらいなんですけど、
しかも卒業コンサートもさ、ツイートできてない。してないか。リポストしてか。このロゴも可愛いんですよ、卒業コンサートの。ねえ、可愛いよね。いや、そんな、みたいなお知らせじゃないと思うけど、明日。明日は福フェスに。サブタイトルない流れなんですね。そう、ない。考えようかなっていうか考えたりしたんですけど。思いつきませんでしたね、いいのが。なんか、おしゃれなやつも考えたりとか、もう、ド直球な、その、ツアー、こういうツアーですみたいなのも考えたけど、なんか、しっくり来ないというか、セットリストに全てが、出ているというか、現れているというか、なので、シンプルに、行きました。だから、ニョロニョロはないです。でも超楽しいと思うから待っててください。それでは誕生を読んでいきたいとお腹なった思います。13位透き通る気持ちさん、12位エンパワーメントさん、11位やだやだやださん、10位努力未来 ABM さん、9位ブルーさん、8位長谷川さん、7位和則さん、6位ジャストミトさん、5位今日の坪井祐介さん、4位うまちゃんさん、3位なっかん大福さん、2位アパティックブレイドチェーンさん、そして1位はドゥルルンジャジャン高圭さんでした。ありがとうございます。そしてラッキーナンバー22位はドゥルルンジャジャン台湾のコウさんでした。ありがとう、ありがとう。タイプ C バイバイ。ありがとう。